どうしてだよ。パソコンの調子悪いんかって、まあ、ここに今パソコンの上にこれ置いてんだけど、そうパソコンがどうも調子悪くてデータが消えた。うん。え、やばくない？マジでやばいって。ワーホビの動画も消えたし、ランブー開封消えたらまずいだろ、マジで。おいおい、ちょ待って。マジランブー開封だけは勘弁してくれ。なんで、今回はね、このランダムブースターボリューム90で、まあ、ベイバトルさせようかなというね、もうすげえ単純な動画です。はい。というわけで、やっていこうと思いまーす。まずはこちら。グランドラゴン、アルファダッシュ LFL5、もうややこしいな、マジで。で、相手はこれ。ロックドラゴン 5J ダッシュ、そう。これ絶対ロックドラゴンからの方がいいじゃん。ちょっとマジでフリューゲル本当にスタミナかっていうぐらいゴールフェイトが害悪すぎる。いや、パーツ取りだな、これは絶対。間違いなくパーツ取りだ。じゃあ次。ポイズンヒュドラ、8ダッシュ、アルファ、F ダッシュ、ゲン。ややこしすぎる。もうダッシュが2個ついた時点で、もうややこい。で、対戦相手はこちら。シャイニングアマテリアス、0デストロイダッシュ。てかあれだね、意外とポイズンってでかいんだね。レイヤーシリチーが激しい。そう、もうシャイニングアマテリオスね、シャドウアマテリオスと違ってここが動くから、あのタクトロンギヌスぐらいのチリチリ起こしてくるのよ。なんとも言えん。ていうか普通にこのカスタマイズが強すぎる。じゃあこれが最後だね、最後だね、6種類だから。超絶バルキリー 3GR です。で、対戦相手がこいつね、バンフェニックス YWD か。まあ、そらね。あー、ウェッジが、ウェッジが上がれる。え、マジかよ。ワーストしたじゃん、バルト。いいとこで終わっとこう。いいとこで終わっとこう。